さあ前回はね、この寺を攻略することによって新しく、まあ、このバーサーカーが、加入したというところで新たな前衛がね、手に入りまして、まあ、このクレリック、主力とのコンビネーション、これをこの寺じゃないね、橋か、橋で見ていこうかなと。Are you willing to help? これいけるかな?やってみよう。まあ今までね、強力な前衛がいなかったんで、バーサーカー組んだらいけるかなと。きついか?きついか?いやいや、一体ずつ。あと2体かな?スタミナはいい感じだね。おし、オッケーオッケーオッケー。That was amazing!最高だと当然だ。進めていこう。ちなみに今まで敵はクレリックしか出てこなかったんで、まあ、バーサーカーがね出てくるというとかちょっときつくなるかもしれないね。さあ一体少数、おー遠距離ばっかか。これどうしよっかな。遠距離で行ってもいいし、アサシンで行くか、これ。ここ。どいつかれるかな?こいつやってほしいんだけどね。またんなきゃいいもんね。火力が低い。ナイス。しょうやって。やっぱ通常ばっかになるんだね。使うパラメーターが違うんで、本当に弱いな。まあ、装備のスロット増やしてね、強くするしかないかなと。さあ、攻撃力と体力。これはいいよ。これ入れ替えます。で、この鎧もね、普通に強いんで、これね、上げてと。体力を底上げしていきましょう。まあ今んとこ欲しいのいないか。まあ遠距離めちゃくちゃいるんでね、十分揃っているかなと。ハンター間に合うかな?さあ、農民訓練はちょっとやめとこう。さあ、お給料175と。まあ、そんなに上がってないかな。てか、金も全然ないね。数人対1いこう。8人。いや、めっちゃ強いじゃん、こいつ。俺、ま、回復をして、アサシンがかけて、遠距離バンバンバンと。全員いけるね。これ死ぬかな?ああ、死んだわ。殴れ殴れ。よし。まあ、経験値はすごい。ただ弓が一人。どっちかな?控えの方かな?相手もしょぼいね。あ、控えの方ならいいや。かま行きましょう。どっち上げるっけ?力かな?まあ、均等にちょっと上げていこう。で、君そんな使わないですからね。はい。で、クレリックも大事。で、バーサーカーとのコンビによってどうなるかね。どっちに攻撃が向くのかわかんないんで。まあ、体力上げながらの、まあ、回復とかね、450回復と。で、この回復の子ね、まあ、全体回復するような子は、まあ、知力か。以外は本当にいらないね。スタミナも670あるんで、まあ、持つでしょうね。で、この槍投げの子は一応力、まあ、速さでね、ちょっと、命中とか変わってくるけど、まあ、力かな。519ダメージ。弓よりも高いんでね、普通に、ありなんじゃないかなと。ハンター間に合いました。よし、オッケーオッケーオッケー。では、橋へ挑もう。さあ、このね、クレリック、バーサーカー、そして、アマソーのね、コンビもトリオかな。これどんだけ強いのかと。いやー、クロスボウマンか。
いやーこれだるいですね。あんまどれもやりたくないんだけど。ああ、そういう感じなんだね。フォーメーション的にこうで、クレリックすぐにサポートできるようにして。後ろを狙わないといけないからね、うちも。こうかな。12レベルか。ちょっと強いな。大丈夫ですかね、これね。ああ、すごい勢い。クリック間に合う。ナイスナイスナイス。すごい近い。オッケーオッケー。山賊やられましたね、すぐにね。よし、次行こう。いや、レベル高いね。あ、来た。ちょ、ボーナス行こう、ボーナス。5人だと割とちょうどいいかもね。まあ、この2人が前行くでしょ。ここでちょっと前衛との戦い見てみようか。後ろ狙いもいて、まあ、遠距離もね、出してと。倒しきれ、倒しきれ。いいよ、いいよ。バーサーカーってそんなでかかったっけ。倒しきれないか、ここ。アマさんを。よし、ナイスナイスナイス。いや、ここめちゃくちゃいいね。まあ、敵に軽くなかったんで、まだなんとも言い難いですけど。よし。ちょっと前衛系、あ、これいくか、じゃあ。ピュリファイルでめちゃくちゃ鬱陶しいと思いますけど。こう受けます。回復入れて、まあ、このね、マナーの達者の動きはもう大事だね。遠距離がちょっと弱いか。こうすると。なんか、魔法系も来る欲しいね。あ、やばい、アサシンが。アサシンが狙われた今。まあでも全員を倒して、いや、でもこの二人じゃきついか。めっちゃ燃やされますね。あ、終わった。これは、幸福かな？全滅させてもいいですけど。いや、ないね。2000しか抜けれてないか。しかも青。これ非常に力の差を感じましたね。お金500か。力20。そんな珍しくはないか。ちょっとバーサーカーを主力にして、あとクレリックもなんとか上げれたら上げたいね。で、アイテムを増やして、これま強くしてね、やっていきたいけども、トロール料金。あ、これは殺すなんかあったよね。まだまだ無理か。魔女は見つけましたと。いや、魔女を見つけましたか。人。人でおばあさんを殺す。1100あるね、体力。やってみようか。これはもう暗殺者の一撃で倒すしかないでしょ。いけ、おばあさん暗殺しろ。はい。なんかこれは間違いだったみたいなあったけどね。いやいやいや。あ、クレリック上げられんじゃん。まあ主力としてはやっぱりね、彼は必要かなと。その上で暗殺してあげようか。これまあ装備品がね、潤沢に与えられるんで、まあお金があればね、できるんですけど。200回だよね、賃金って。これあげたいな。もうダメか。クレリックにこの体力と力のやつあげて、さらに強化して、回復力も520にしてと。
29で何も買えないね。いや、万全ですけど。橋、どれも厳しそうだったんだよね。まあ、でも、もう一回行くか。できる限りイージーなチョイスをしよう。これか。漏れた敵にやられちゃうんですよね、ここのコンビね。狙います。二人子二人。じゃ、ちょっと早いと多く帰ってくるんで、こう、できる限り引きつけると、ここで。引きつけてやって、こういう感じでちょっと囲むイメージね。まだ帰ってこないか。よしよし。時間差だね、時間差。ナイス。逃げろ、逃げろ。オッケー。おー。いいね。距離感だよ、距離感。体力1000へと。よし。クレイクちょ、体力3000にして、力上げます。これ一つね。耐えやすくなるんで、やりやすいかなって。ちょっとこういう遠距離じゃないね。こう、迫ってくるやつはめんどくさいんで。まあでも、これか。パイロマンサーをすぐ倒したいから、もうこうだね。多分大丈夫でしょ。こう、出会わないよね。狙わないと思うんで。で、奥目に置いて、前をこう、弓とかで犠牲にさせて、回復だとちょっと足りないかな。山賊で行ってみましょう。ノックダウン別にないかな。一応上げようか。体力1500上げる。よし、これはいずれ使おう。倒せ。ナイス。魔法発動しなかった。あとは頑張ろう。被害を出すな。オッケーオッケー。まあ、弓狙わしてね。いった感じで。山賊はもう山賊ズパワーですよ。これまた行くか、ちょっと。もう、この、後ろのやつを高速で殺すと。それのみだね、作戦はね。一気にやろうぜと。で、クレリックなんでね、相手は。まあ、これ帰ってくるんですぐに。挟めると思うんですけど。山賊か回復か。回復でいいんじゃないかな。山賊でいいんじゃないかな。全然ね。よし、行け。出した。よーし。いいよいいよ。で、後ろから、こうね、暗殺者帰ってくると。いい流れ。これ考えたら結構なチームに強いね、うちはね。かなりアドバンテージなんじゃないかなと。あるんじゃないかなと。多くの体力少ないかな。だからこういうのだとちょっと面倒ですけど。このクロスボーマン、これ遠距離ダメージ高いんですよ。743と。これがね、強いんだけど、押し切れるんじゃないかなと。ただ、やりきれない場合に帰ってくると思うんですよね。それが怖い。これで技の能力上げといたんで、ご了承もらおう。1500ポイント上げて縦関係で当たらないようにねしていきましてと。あ、抜けらんなかった。ちょっと可能性は考えたんですけどね。いや、でもまだ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 いるぞ。よし、こう一体復活させよう。とはいえ、二抜けの戦法はできなくなるかな。これでいいか。普通に横から行きますか。こういうとこダメだったね。で、バーサーカー、クリー。これはノックダウンじゃないの？もうその対策のアイテムがないか。あ、回復死んでる回復。復活させようか。よし。取り倒して。いいよいいよ。危なかった危なかった。あと2000だね。
満杯に行くか、この一番多いやつ。裏抜け一人がかけていく。多くなんでちょっと控えめにしてね。早めに多くにつくようにして、これをもうクリックたちで全力でバックアップすると。敵の遠距離のレベルがね、高いんでそこは怖いね。なんか止まってる。なんだなんだなんだ。罠か罠だな。オッケー。罠はめられましたね。回復型で知力オンリーと。そこはパワーです。パワーイズパワーです。お、なんか農民出てんじゃん。農民借り尽くしてもいいですけど、バーサーが18レベル、うち倍とちょっとあるんですけど、どういう、これやっぱり訓練がいるね。勝ったけども、これは正当な勝利じゃないよね、全然。かなり挑戦してないんで、抜本的なね、改革がいるかなと。いや、レベル上げだね、普通にね。まあ、普通のレベルよりはパラメータ高いと思うけど、同じレベルよりね。1回しか上げてないけど、この緑がね、5回もいってるんで、ちょっと、これは戻ってね、橋を紫でできる限り攻略できるようにした方がいいかなと。さあ、1対1最後に行きましょう。クレリック11レベル。1800ね。800ダメージ。これあげますか。で、あとはアイテムで、そこ上げして。800ダメージが、1500ダメージ。はい。まあお金はね、ビビたるもんです。やっぱあっちの一撃を鍛えるべきですかね、1000ダメージ。だこっちの攻撃96しかないんで、ここがね、ちょっと弱いんですね。どうやってやっていくのか。一発だもんな、これ使えるの。ステルスは最初の攻撃で解除される。だ途中では慣れないんだもんね。本当に一発だけか。よしよしよし。まあ、とりあえずね、ここにしましょう。